ともです。今回はチキントマトクリームパスタを作ります。材料はこちらです。はい、それでは早速作っていきます。まず下準備としまして、まずは鶏肉、もも肉、浄水で洗ってあります。でこの洗ってあのペーパーでちゃんと水を取ってもらったら、塩 4g をまぶしてこすりつけていきます。はい、しっかり揉み込んで少しつけておきます。では続きまして、今度はトマト、なるべく大きいものを1個準備してもらいまして、4等分まずします。4等分しますよ。大きい。この1個は、最後に入れますので、まずこの1個は3等分にしてもらって、でもう1回これを3等分します。よいしょ、こういう感じですね。ではこれは最後に使うので余計ます。ではこの残りの4分の3は、煮込む時に最初から入れていきますので、このまま半分大きいまま切っていただきます。本当大きいトマト切っていただいて、これは煮込む時に使っていきます。はい、はい、続きまして、イタリアンパセリですけど、まずそうですね、茎の部分を切っていただいて、これは、玉ねぎと一緒にミンチにします。でこちらは、最後に振りかける感じにしたいので、少し粗みじんで切ってよけておきます。いい香り。はい、あまり細かすぎるのもあれなので、粗みじんな感じで切ってください。はい、では玉ねぎとあのパセリの茎のところはみじん切りにしていきます。じゃあ、ごめんなさい、メタル、今日はメタル入ってます。でイタリアンパセリと玉ねぎ入れていただきまして、タルスでみじん切りにしていきます。はい、これぐらいに、これぐらいまで細かくしてください。はい、では作っていきます。まず最初にインダクションレンジ8で大フライパンを温めてください。もうものすごく温めてほしいので、どうですかね、 2,3 分は軽く温めてもらう感じですね。でここでしっかり温まってるかどうかを浄水の水で水滴チェックをしていきます。おお、これいい感じ、おお、いい感じですね、いい感じで。こうやってくるくるくるって水がこう、おお、いいね。こういう状態になりましたら、鶏肉を皮の部分の方から入れていきます。で、とってもすごい音がしますけど、これがすごくおすすめです。いきます。バッチリ。はい、ではこれでインダクションレンジを5に落としてもらって5分やります。はい、5分経ちましたので開けます。そしたらこれを今度はひっくり返していきます。はい、おお、いい感じ。そしたらこれをまたもう一度取り消し、5分、インダクションレンジ5で5分焼いていきます。ここで鶏肉しっかり焼いてもらって、鶏肉の旨味をしっかり出していくことと、鶏肉の臭みをしっかり取っていきたいと思っています。はい、5分経ちましたので開けます。おー、いい感じで、これを、お肉をキッチンシーズキッチンシーズを使って、一口大に切っていきます。このキッチンシアーズめちゃめちゃ便利なので、ぜひお試しあれ。そしたらここでお
オリーブオイルですね。インダクションレンジをまた8にしてもらってスタートで、ここにオリーブオイルを大さじ1入れていただいて、ぶちゅって潰したガーリックを入れていきます。で、これで炒めていきます。ガーリックの香り出していく感じです。で、鶏肉がしっかり焼けてないところはしっかり焼いていってください。鶏肉をしっかり焼いて、旨味を出すことと臭みを取るっていう両方の役割をしていますので、しっかり焼くっていうところが重要になってきます。はい、少し お鍋の底につく、ちょっとつくかなぐらいまで炒めて、てか焦がしていってください。こんな感じで、お、いいね。こんな感じで焦がしたら、今度先下準備した玉ねぎ、おお、そしてトマトを入れていきます。さあ、しっかり炒めていきます。焦げてるところを少しずつ削ぎ取ってください。玉ねぎが茶色っぽくなりましたら OK です。で、ここに白ワイン 30g を入れます。で、おー、アルコール飛ばしていきます。はい、ではアルコールが飛びましたら、ここのタイミングでガーリックを抜いてください。この後に生クリームを 80g入れていきます。で、パスタソース、今日はトマト&バジルを大さじ2入れます。このトマトソースですけど隠し味ということで入れていきます。はい、じゃあ全体を混ぜていただいて、このタイミングでトマトもしっかり潰していってください。はい、こんな感じになりましたら、ここに浄水を 100cc 入れていきます。最後にオレガノを好みで入れてください。乾燥のオレガノ今回使ってます。そしたら蓋をして、インダクションレンジ8で沸騰したら5で10分です。はい、蓋が回る感じでカタカタしてきましたので、お、いい感じかな。そしたらここで5に落としてもらって10分です。はい、セットします。はい、ソースを10分煮込んでる間にパスタ湯を作っていきます。そしてこれカタカタすると飛びますので、そういう時はこうタオルとかを置いて保護しておいてください。では、今日はヨーエルシチューパンに、シチュー鍋にスタートですね。雑炊1.5 リットル入れてきます。浄水 1.5 リットルに対して塩大さじ1です。はい、入れてパスタ湯作っていきます。スタート、あ、してあった。はい、パスタソースできましたので、
麺が茹で上がるまでこのまま置いときます。はい、パスタ湯が沸いてきましたので入れてきます。よいしょ。今回は具がちょっと大きいので普段は1人100でやるんですけど、おお、100でやるんですけど今回は1人90で180です。はい、全部入りましたらインダクションレンジ8で5分セットします。はい、5分経ちましたのでパスタを取っていきます。はい、揚げていきますね。ほっ、ちょっと固めなぐらいです。で、今度はこのパスタをさっき作ったソースに絡めていきます。はい、では、OK、はい、で、インダクションレンジ8でスタートしまして、パスタを入れていきます。で、固めに湯が入ってるのはこのソースがすごく絡んで、ソースが絡んで煮汁っていうか吸わせたいっていうか麺に吸わせたいのでちょっと固めに湯がいていきます。で、今からはこの麺パスタにしっかりとソースを吸わせていきます。もし、スープが少ない、ソースがね少ないなと思った時はさっきの使ったパスタ湯を足して調整していってください。はい、だいぶ汁が、ね、ソースがパスタに絡んできているのでここで残りのトマトを入れていきます。いい感じで水分がなくなってきたので少し味見を、鶏肉にしかね塩はつけてないのでちょっと味見をこのタイミングでしていきます。うん、美味しい、十分。ちょっと辛いのが好きっていうか味の濃い方は少し塩を足した方がいいかなという感じですね。一つまみぐらいよかったら足してあげてください。で、ここで最後にパルメザンチーズを5g、 コクが出るように混ぜまして、よし、いい感じです。で、これで完成です。はい、お皿に盛り付けまして最後にイタリアンパセリのみじん切りにしたのを上からかけまして、はい、しっかり盛り付けましたのでそれでは試食したいと思います。いただきます。すごく美味しいです。
まずは鶏肉が鶏肉の臭みがなくなっていて本当に柔らかくって食べやすいのと、パスタの硬さが本当にちょうどよくってスープね、クリームパスタだとするとちょっと柔らかすぎちゃったりとかすることがあるんですけど本当に硬さもちょうどよくってあとまたイタリアンパセリとの相性もなかなかいいなという感じです。今回も最後までご視聴くださりありがとうございます。そしてよかったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。使用している調味料や調理器具などで聞きたいことがありましたら DM なりコメント欄なり全然遠慮なくご連絡ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。